I mean, boom, it's starting, it's starting, it's starting. こんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。いよいよスマブラスペシャル最後のファイター発表になりました。まあ言っても一つ一つは単なるダウンロードコンテンツですからね、予算がないんですという理由でディレクター自身がプレゼンになった私のご紹介番組もこれが最後です。寂しいことですね。先に追加されるミーファイターのコスチュームをご紹介しておきます。少なめですが一応あります。こちらをどうぞ。 Let's see who's our ミーファイターズ。Holy moly. Octoling. Alright. Alright. No matter what people were thinking, like, Octoling could be like a Tiefling echo, but... That would be cool, but... Doug Hat. Oh, that's the referee.He's a me costume! Oh my god! Oh my god, yes! Wow, that's very cute. That's very cute. Dang. But...Doomslayer deconfirmed. まさかのドゥームスレイヤー。ファンからはドゥームガイなどと言われますが、原作についてはここでご紹介することができませんが、FPS の始祖ですね。どんなコンピューター上でも動くとか動かないとか。配信日は10月19日です。この日最後のファイターが配信され、それでスマブラスペシャルの配信はいよいよ終了となります。2018年3月、最初のムービーが発表されてからの感情でも丸3年半以上経過しています。中学や高校を入学から卒業までできてしまうという。開発はスマブラ4から地続きに行われており、プロジェクトスタートから数えると小中学校を合わせた義務教育も終わってしまう長さなわけで、長い。それはもう筆舌に尽くしがたい、いろんなことがありました。しかしこのゲーム業界である種のお祭りを提供し続けられたことは価値があったのではないかなと思います。しかしいよいよ今回がラストです。最後の一人となる参戦ファイターをこれからご紹介します。こちらをご覧ください。Oh, my heart. Huh? Wait. Huh? We're back at the beginning. Wait, what? She's a troll? What? Their stands. They're trophies. What? Huh?
You're shitting me! I thought it would never happen! You're shitting me! Sora?! What?! Fuck, the leakers were right! They were right! What?! You're fucking kidding me! What?! People said it would never happen! People said it would never happen! Holy shit! Let's go! Sora is finally here. と私ですら驚いてしまいますが、キングダムハーツからソラの参戦です。私の会社名と同じだな、偶然ですが、ちなみにソラとは英語で言うスカイのことです。ソラが、最も望まれる参戦ファイターであることは分かっていました。6年以上前、スマブラ4の時、スマブラ投稿権というアンケートを行ったのですが、新規参戦希望キャラクターの中でトップだったのがソラです。当時スマブラ投稿権の開催にあたり、生前の岩田社長と打ち合わせた結果、集計結果は伏せることになりました。上位の各キャラクターを参戦希望するユーザーが各メーカーさんに激しく要望してしまうことにより、各方面にご迷惑をおかけしてしまうからです。結果を発表できなかったことは申し訳ないと思っていますが、長きを経て今日の結果につなげられたことは良かったと思います。